はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ジャスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自虐化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、これから怖くなってくるその熱中症対策のねお話です。でどこの家庭にでもねある食材を使って、あ、こんなものが熱中症対策になるんやってなるお話をしていきますので、まあ、ぜひ最後までねお聞きください。先日のね動画でですね、 GI 値のお話をした時に出てきたそのお酢に入ってる酢酸とクエン酸のね話なんですけどもね、まあ、今回はそのクエン酸が熱中症対策に適していることが分かりました。クエン酸というのはですね、その梅干しやレモンなどね思い浮かべるだけでそのクスッパーさーっていうのをね、その思い出させるようなね食べ物に含まれています。まずそんなクエン酸についてね少しだけお話しますね。クエン酸はその酸っぱいと感じられる酸味の成分です。多く含まれている食品といえばね、まあ、梅干しやレモンでしょ、オレンジなどのね柑橘系のね果物に挙げられます。酸っぱいだけじゃないんですよね、その甘いオレンジにもねクエン酸はね含まれているんです。でクエン酸はね白色かまたはですね無色で、水に溶けやすくてですね熱にも強いことからですね、清涼飲料水とかねお菓子ジャムなどのね味をこう良くするためにですね、その酸味料として、幅広くね使われています。でそして実はなんとですね、体の中にもねクエン酸はね存在するんです。クエン酸はねクエン酸回路というね体の中でねエネルギーを生み出す代謝経路にね関わる物質のね一つなんですよ。でその体の中にも存在しますけどもね、減ってきて疲れが出てきてですねエネルギーを生み出せなくなるとですね、まあ、回復を待つよりもですね、まあ、食材から摂取する方がエネルギーの回復が早くて効果的です。そんなねクエン酸を含む代表的なね食品はですね、まあ、どのようなものがあるかねご存知でしょうかね。先ほども言いましたけどもね、酸っぱいと感じる酸にもねたくさんの種類がねありますけどもね、クエン酸はレモンあとね柑橘類とかね、また梅干しですね。先日の動画でもね言いましたけどもね、まあ、身近な調味料であるねお酢にも含まれますね。あとはねみかん、バレンシアオレンジ、夏みかん、パイナップルで、僕が食べれないグレープフルーツにもクエン酸を含んでいます。そうなんですよ、僕はねその免疫抑制剤を飲んでるんでグレープフルーツは食べれないんですよ。でグレープフルーツのどの成分が操作するのかねまだ教えてもらってへんから知りませんけども、その免疫抑制剤を使ったことによって期待できるであろう本来の効果を発揮できなくなるらしいんですよ。このルイボスティーもね同じ理由で飲めないんですよ。まあ、過去にねルイボスティーはポリフェノールも豊富やし体にいいから飲みましょうっていうね動画をね上げた時にですね、もうツイッターの DM でね骨髄移植をして免疫抑制剤を飲んでいる人がルイボスティーを飲んだらいけないって聞いたんですけどってね、その動画を見てくれてる人がね教えてくれたんですよ。で病院に電話して確認したらやっぱあかんって言われました。でその時に詳しい理由を聞こうと思ったらですね、薬剤師さんに連絡確認したんやけどやっぱりあかんねんてってね、そんな感じでね話を終わらせてきたので詳しくは聞けませんでした。まあ、話をクエン酸に戻しますね。でクエン酸の効果なんですけどもね、先ほども言いましたようにそのエネルギーを生み出すための効果とかね、ジュースやお菓子など食べ物の味を良くするための酸味料として使われていますよっていう話をしましたけども、他にはね美容や健康やね生活に至るまで様々な効果に期待されています。でそしてそんなクエン酸っていうのはですね、ミネラルの吸収をねサポートしてくれるんです。体の組織やね機能をね調整しているミネラルっていうのはですね、非常に吸収しにくい、ね、栄養素でね、特にカルシウム、鉄、亜鉛などはですね日本人に不足しがちと言われています。そんな吸収しにくい栄養素であるカルシウム、鉄、亜鉛などに対してしっかりと働いてくれてるんです。そしてお待たせいたしました、皆さんやっと熱中症対策のお話でございます。クエン酸はですね、熱中症予防に、ね、効果的です。熱中症はですね、炎天下のようなそのガンガンというのようなね高温環境下でですね、体内の水分や塩分、ナトリウムなどのねバランスが崩れてしまって体内の調整機能がねうまく働かなくなることで発症します。こうめまいや立ちくらみとかね、頭痛でしょ、ね、嘔吐などのね症状が出たらね要注意ですよ。で熱中症による脱水症状をね改善するにはね、水分だけじゃなくねナトリウムね、ミネラルね、そんなのをね摂取がね大切です。でクエン酸っていうのはね、そういったミネラルの吸収をねサポートしてくれる働きを期待できますので、
いつもの水分補給の時にね、クエン酸が含まれているものをね、使ってもらったらね、より熱中症対策に、ね、有効であるとね、考えられていますのでね、皆さんぜひね、クエン酸が含まれている飲み物をね、飲んでください。また熱中症っていうのはですね、屋外だけではなくてね、室内でもね、何もしてない時でもね、この発症することがあります。その屋内にねいる時でもね、こまめなね水分補給をね心がけていきましょう。クエン酸っていうのはですね、ビタミン C と一緒で、一度にねたくさん取ってしまってもですね、時間が経過するとともにですね、体の外にね放出されていきます。まあ、なのでね、一日にね何回も分けて取ることで、毎日続けて取ることをお勧めします。でそしてね、クエン酸っていうのはですね、食中毒予防にもね効果的なんですよ。まあ、これもね、これからの季節はね怖くなってきますよね、食中毒ね。梅干しをお弁当に入れるとね、食中毒を防げると、ね、言われてますよね。まあ、これからね気温が高くなる夏がやってきますけどもね、その食品がね傷みやすい季節なのでね、その梅干しに含まれているクエン酸にはね殺菌作用がありますので、細菌のね増殖をね抑えてくれて、食べ物のね腐敗をね防ぐ効果もあります。ちなみにね、入れ方なんですけどもね、まあ、俗に言うその日の丸弁当っていうよりもですね、その梅干しをすりつぶしですね、ご飯の上にね全体にまぶすように入れたりとかですね、そのお肉を梅肉ソースで和えたりするなど料理もね取り入れてみてください。でこれもまたね、先日の動画でもお伝えしましたけどね、先ほども言いましたけどね、お酢にもクエン酸がね含まれています。まあ、ご飯を炊く際にですね、そのお米2合に対してね大さじ1杯程度さってるとかね、煮物や炒め物をするときにですね、熱を通す料理にですね、その小さじ1杯程度ねシャッてこう入れたりするとですね、その料理の味を変えることなく、適度な感じで使いますんでね、よかったらね使ってみてください。まあ、そんな感じでね、クエン酸のね有効活用できるお話を交えてねお届けしました。まあね、レモン、梅干し、オレンジ、みかん、ね、夏みかん、パイナップル、グレープフルーツ、まあね、これらだったらね、その、まあ、スーパーやコンビニでも買えますし、中にはね今すぐに冷蔵庫をガッと開けたら入ってるやつもあるかもしれませんよね。まあ、ちなみにうちはねさっき見たんですけどね、レモンしかなかったです。あ、そうや、グレープフルーツとルイボスティーの他にもね、僕梅干しも食べたらあかんかったんですよ。あの梅干しってね、その漬物に分類されるみたいで、病院から食べたらあかんって言われてるんですよ。ね、梅干しも漬物もね大好きやったのにね、結構辛いですわ。まあそんな感じにね、クエン酸を含む食材もね、熱中症対策にねぜひ使ってみてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。